レンズ赤星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。よろしくお願いいたします、さあこちらご覧ください。2019年3月10日ラーメン二郎越谷店がオープンしたので行ってまいりましたけども、すごい列ですね。ただこちら食べるための行列じゃなくてですね、限定100杯の抽選券に並んでいる様子なんです。なるほど、それを取ったということでね。まあまあこちらをご覧ください。抽選券などのリストバンドがねまず配布されまして、6時半から8時半ですね当日で、並び屋のまあなんか転売みたいなのを避けるためにこう切り離せないみたいな仕様になってるんですね。で8時半になったらこちらの発表がありまして、どうだったんでしょうか。落選ということでね。落選見づら。そこ、まあ確かにね3日後なんですよ。3月の13日にですね、私11時半に行きましたら、今度はですね2年前の京都店と同じように整理券がこう配布されまして、でこの日は平日だったんで、なんとたった1時間のあと12時半にこちら集合という券をもらいまして、公園でちょっと待ったんですね。というわけでやっと中に入りまして、食券で今のところなのか小ラーメンと大ラーメンのそれぞれ豚入りしかないよということで、しかも小豚は売り切れでございました。やっぱ人気だから。人気だから。そう。で両替機もなんとあるんだよ。あ、じゃあいちいちお店の方に聞くこともなく、そうなんですよ。自分でできるということで来ました。チェックポン。こちらです。小ラーメン700円の全部マシマシができますというとこですね。小は350ありまして、大はもう550なんで、心配な方はもうはっきりと麺少なめと。ああ、もうそこはね、そうそう、ちゃんと言ってもらって恥ずかしがらずにね。というわけで、まずはじめにね、油からいきましたけども、油量がですね、結構二郎の中でもトップクラスの量だったんじゃないかと。結構多かったです、これ。うめーということで、久々ですよ、こんなまとめで。油いけるのは知らないけど、久々ですこれ。赤星の食い方に関しては着目してないからじゃないですか。それでまあ野菜ですけども、このフォルム神保町松戸栃木街道ぐらい結構こんもり持ってくれるというね。言ってる人ならではの変だけど、ちょっと盛り方が似てましたね。そしてスープ、おお非乳化ですね。その度合いとしては上野芸専科は目黒店を彷彿とさせる。全部例えるじゃん、他の店で非乳化でございます。イメージがあるから、どんなイメージなのかを持っていただくために。なるほどね。そして豚は通常2枚なんですけども、バラ肉じゃなくてですね、腕を使用している。あ、そうなんですか。ムッキムキ引き締まり豚でございます。で豚を乗せた後に野菜を盛る形はですね、これ新大田店に似てるんですけども、新大田の他にも山田ソースで来てました当日初日ね。マジで。そう、あ、そうなんですね。新大田の助手の方お二人も来てました。もう祭り騒ぎだったみたいですよ。祭り騒ぎ、祭り騒ぎですよ。おはしょって祭り騒ぎです。祭り騒ぎよ、祭り騒ぎよ。麺の硬さはねゼロでもなく硬でもないバランスいい麺でございました。非常に硬めコールもできるんで、麺の量と一緒に好みでいっていただいても大丈夫ね。で詰め替えパウダータイプの白胡椒ということでね、おっと結構かけていくよね。かけるのなんでかけたかというと、非乳化系のややマイルドスープなんで、麺自体にちょっと胡椒をね、濃さを求めてしまったということで、バランスよくしたってこと。そうそうそう、的には私がスパイスが好きなんでね、もともとね。それは存じてますね。毎回かけてる。それでございます。さらにねニンニクよいしょかけていきますけども、ニンニクマシマシもできますけども、そこまでね大量ではないので、ニンニクコールしたらちょっとだけ持ってくれるようになるかな、というのをね先に言いましたが、辛さとしてはそこまで辛くないほのぼのニンニクです。ほのぼのニンニク、ほのぼのニンニク、ほのぼのニンニクです。ほのぼのニンニクーって登場になれるけども、で席数13席くらいありまして、カウンターの前にも長椅子があってですね、中で待てるようになります。ああ、ちょっと快適な。あ、そう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 、夏も冬も非常に快適にお待ちいただけます。ということでやってるうちにもうファイナル腕ね登場しました。ファイナル豚だ。ファイナル腕です。腕まで限定して。腕です。後半になって汁が染み込んでもムッキムキのアイアン豚なんで。わかんないですよ。本当に硬いんでね。硬いがわかんないよ。まあ豚増しする人はねよく自分の好みを考えてくれよということで。結構引き締まりなんで。ということでござんでございます。あ、見にくい。見にくいな。見にくいとか言いにくいんだよ。で計算しましたらなんとですね。全部88だったんですね。バランスいい。赤星のね、まあさすが越谷。なるほど。街の住みやすさもバランスいい街です。やっぱね、本当に最初の映像見ましたけど。人も車もねずっと逆でバックしてましたよねなんすかあれ。いやじゃあああいう感じで撮ってさ、うん、後ろから自分でこうやって歩いてったら変態じゃんやっぱりね。あれ逆再生したってことですか。逆再生ですね。この街は異様だなと思って越谷別にバックで移動していく街じゃないからですね。違いますね。というわけでね、今埼玉強化月間入ってるんで、埼玉行き過ぎでしょ。埼玉やっぱり飛んで埼玉が公開してるんでね、今強化月間なんで、そういうこともあってないじゃないですか。いや違う違う、強化月間なんで越谷店も皆さんぜひとも行ってみてください。はい、ごっつぁん太郎カッ。